未来でさえ確定してない世の中で過去は確かに存在している。たとえそれが誤解や妄想に彩られたことだとしても、本人がそれを信じるなら過去は確かに真実に他ならない。それに基づいて行動を、あるいは生き様を決めるというのなら、それは確かに神の一種なんじゃないのかな。